いやみんな、はい、スタイくんだよ、生きてるかい。スタイくんね、さくらに乗ってもうね7ヶ月経つんだけど、未だにね謎になってることがあるんだよね。さくらには3つのモードがありますよね。エコ、ノーマル、スポーツモード。これって本当に便秘に影響してんのかどうか、まあもちろんね全然出足とかがねスポーツにすると違かったりするんで、スポーツはね結構影響するかと思うんだけど、エコとノーマルどれぐらい違うんだろうとかね皆さん思うよね。いや変わんないんじゃねえのっていう説もあるしね。それと E ペダルステップオンとオフでどれぐらい違うのかもちょっと気になるよね。そして皆さん使うこの B、まあ E ペダルオフの時にこの B にすると回生ブレーキが効くバージョンになるっていうね、よくわからないやつなんだよね。これも電費どうなのって思うよね。まあこういうのって調べるの大変だよね。だからなるべくね同じ条件下でやるには、まあ短い距離を似たような時間帯で走るのが一番いいなと思ってね。まあもちろん長く走ると分かるんだけど、それって交通状況によってもね電費変わってきちゃうんで、なるべく交通状況に変わらないようなルートをぐるぐる回って、一番電費がいいのと一番電費悪いのを計測してみようと思います。暇人。まあさくらはもともとね街乗り用なんでね、長距離で測る必要もないし、高速に乗ったらね実はそんなモード関係ないっていう話もあるんだよね。まあ高速はね止まらないから、まあ、関係ないんだよね。ということでやっぱり一般道でやるのが一番いいってことで、スタイ君のホームグラウンドカンパチ、これから走るこのカンパチの周回ルートは 6.2 キロしかないんだけど、その 6.2 キロの中で各モードでどれぐらい差が出るかだね。まあそれでもわかると思います。 67% からスタート、温度は6度だね、結構寒いね。でまあ全部条件同じにするんで、エアコンも21度の設定、ヒートの一番低い風量でいきます。これねすぐ暑くなっちゃうんでね、24度とかにするとめっちゃ暑くなるんで、まあこれでいきましょう。まずはスポーツモードの E ペダルありでいきますよ。そしてリセット、リセット。さあこれでまあシタイ君がよく使ってるバージョンだよね。さあこれでどれぐらいいくかだね。じゃあレッツゴー。はい、レッツゴー。はい、じゃあ行きます。はい、スポーツモード E ペダルステップありだから、いつも通りのやつね。もう加速鋭いやつね。うん、ほんと加速鋭いんだよね。まだカンパチじゃないよ、まだカンパチじゃないよ。待って、どういう、どこ今カンパチかな。ここからまあなるべく同じ車線を走りたいんだけど、同じ車線がいいね。うん、めちゃめちゃやっぱ効くね。いいペダルステップ、コンベルとか、まあ信号か、回生ブレーキがすごいんだよね。ああ、まあそうね。で最終的にブレーキ踏ませるっていうね、うん、パターンですね。踏んでよ、ちゃんと。まあ出足が鋭いだけに、効かないからね最後まで、電費を食うってやつだね。うん、そう、出足のアクセルの分量で決まっちゃうかもな、電費は。まあやっぱちょっと鋭いね。一応この車の流れに沿うっていうのが条件だね。条件あんまり意識しないでね、うん、意識しちゃうとエコ運転しちゃったりするからね意味なく。ダメなの。はい、回生ブレーキがめっちゃ効くよ、はい、今ブレーキ踏んでないよ、はい、今ブレーキ踏んだ、踏んで踏んで、うん、本当まあ効くね、素晴らしいね効くねって。はい、はい、行ってらっしゃい。電費がいいわけないんだよスポーツはね。まあ一応ちゃんとついていくからね。まあやっぱワンペダル便利だね。いやもう便利便利、なんやかんや言うても、なんやかんや言うてないけどね、まだ 6.2 キロしかないんだけど、まあ短くてもね分かるとこは分かるでしょ、うん、電費の差は。本当今ねエアコンが、うん、車内が暑くなりすぎたかね、涼しい風が出始めちゃってますね。これはちょっと良くないかな。ね、ヒートになってんだけど、ちゃんとね。ヒートになってね。まあ、すごい今、車内暑いからね。21度設定でめちゃめちゃ暑くなるんだよ。すごいのよ、さくらさんは。今、外気温9度だから、ちょっと上がってきたよね。外気温9度ぐらいだと、もう、とんでもなく暑くなるんだよね、車内は。はい、この立体で交差。ここでね、必ず止まるんでね、信号は。もう、この信号は結構、どの階でも多分止まると思う。あ、そう。
電気自動車って長く走った方が燃費が正確だと思うんだけど、もうね、車はずっとアイドリングっていうか、ずっとオン状態で待機させてたんで、まあエアコンとかそういうのはまあもう問題なく、設定上は問題なくいってて、そこからリセットしてるんで、まあ結構公平だと思います。まあ毎回ね、毎回の、はい、ここを U ターンします。ここ U ターンね、はい、ここね、ここ U ターンします。うん、この U ターンがあるとすごくなんか公平な感じしません？まあ信号待ちは少ないよね。信号待ちでどうのこうのみたいなのない感じがする。こんな感じね。さあこれでカンパチ合流、はい、U ターン合流。さあ戻る感じだね、これで外回りだね。もうこの車線しか走らないから、何があっても。本当？まあ何があってもってことはないんだけど、そりゃそうだろうな。止まってたら車線変更しますけど。絶対しない。ここら辺はね、左折車で渋滞する可能性がちょっとあるぐらいかな。そうね。まあほぼ渋滞はないから同じ条件でテストができる。そうね。あとはまっすぐ行くのみ。行ってください、まっすぐ。はい、ここオービスのとこを過ぎて。さあここで中原街道の、すごい前の車すごかった今。ここで U ターンして終わり。ストの横 U ターン、これが一周ね、 6.2 キロ、うん、6.2 キロね、はいはい。これはずっとみんな試そうってことね。お疲れ様でした。お疲れ様。危ない、何人ど真ん中歩いてるの。スポーツモード、はい、D レンジのスポーツモードの E ペダルオンだと 9.6 キロか。今 9.5 になっちゃったけど 9.6 だったね。 9.6? 素晴らしい、素晴らしいね。はい、スポーツの E ペダルオフ状態、はい、オフ状態だと9キロ、おいいですね。9キロはなかなかいいですよ。もうカタログ字通りで、スポーツだからねこれね、何せね。しかもね、 E ペダルオフしてるからね、回生ブレーキ使わないでこれだから、どんだけ後はいいんだよ。さあそれでは次は D でまずオフするよね、はい、E ペダルオフするよね。そしたらこう B っていうのがあるよね、 B、ね、このブレーキモードっていうのかな、ね、ブレーキだね。これね、ちなみに E ペダルオフにしてないと効かないらしいですね。 E ペダルオンの状態で B にしても意味ないらしいんで、はい、E ペダルオフにしてこの B の状態っていうのはどうかみんな気になるよね、はい、まあ、回生ブレーキが効くよっていうモードね、ワンペダルと変わらないんじゃないか説があるんだけど、ちょっとやってみようか。さあこれでどうなるか、リセットいくよ。さあどんな感じかな。はい、どんな感じ。 E ペダルオフだけど B みたいな、うんうん、あ、めちゃめちゃ効くね。何が。アクセルオフで効いちゃうね。効いちゃうのね。これワンペダル走法と変わらない気がするんだけど。あ、まあそうなんだね、理屈的には。 E ペダルステップでいいんじゃねっていう話がちょっとあるんだけど、そうね、なんとなく理屈は一緒な気がする。うんうん、まあ走りはさっきとそんな変わらないかな。 E ペダルステップも止まらないからね、結局ね。いや当たり前だよね、モードが変わったからって。あ、ちょっとなんか空想が長い気がする。 E ペダルステップより空想とはちょっとね、抜け感がある。抜け感がある。回生ブレーキは効かしてんだけど、ちょっと抜け感があるな。弱いってことかな。若干弱い気がするな。あ、そういうことね。気のせいかな。うん、やっぱね、空想する感じが B で、B でね、はい、がっつり効いてる感じしないわ。ガツガツ服に当たってる音がするね。まあね、ブレーキ全然踏んでないんだけどね、うんうん、ナチュラルにかかってる感じ。あ、そう。 E ペダルステップだともっと急にかかる感じなんだけど、そうなんだ。 B だとナチュラルに回生ブレーキかかってるって感じがしますね。ナチュラルな回生ね。あ、これはどっちがいいの。なんか回生ブレーキの効きが悪い気がするんだ、逆にね、うん、あんま皆さん B で走ったことないよね。いや、タイプもないんだよね、ほぼほぼ、ね、めんどくさいもんね。 B で走る意味って何なのってちょっと思うよね。これを今あなた解明して、今回解明しようじゃないか。そうそう、解明してください。さあ前回ね、はい、うん、E ペダルステップありのスポーツモードだと 9.6、うん、
の電費を叩き出してるからね。うん、叩き出したよ。さあどうなるかな。それを超えるかどうか。まあ、軽い誤差は絶対あると思うんだけど、何せ距離が短いからね。いやでも本当スポーツモードってさ、乗ってる人頭ガクガクするぐらい出だしいよね。そうね、運転してそうだよね。頭グイングインってカメラが揺れてるよ。うん。まあ、ブレーキ踏んでないですよ、うん。ブレーキ踏んでなくてもちゃんと減速はしてくれるから。回線がやっぱ効いてる、ね。安心は安心なんだけど、ワンペダルほど急ではないから、うんうん、やっぱ好みかな。なるほど。お好み。まあでも B ってなんか積極的に入れないと入らないモードだから、ね、ドライブの後に入れないといけないからね。一応クリープ状態では走ってるね、ずっとね、うん、ブレーキ踏まないとダメな、ね、自分で知らないのこれ。うん、 E ペダルステップと変わらない。意外とこの B モードナチュラルでいいかもね。やっぱナチュラルなんだね。スーッといけるみたいな。スーッ、ね、下役的にはこの B モードすごい好きだな。あ、そう、お好きなの。お好みらしいよ。まあ電費次第だけどね。そう、電費がどうなってるか次第だけど、ナチュラルだね、すごい。スポーツだから回線ブレーキ強めに効くかと思ったらそうでもないっていう。はい、U ターンしますよ。まあ必ずここで止めさせられますね。はい、 U ターンしてください。はい、 U ターンします。必ずここ止めさせられます。もっと早くですよ。もう早い。スポーツの E ペダルで B モードで走ってたんだよね。はい、それだと 10.7。 めっちゃいいやん。すごい、 10.7 ってさっき 9.6 だったんだよ。あ、やっぱさ、急激なストップがないっていうのが大きいのかね。これスポーツモードだからね。運が良かった。じゃあ次はノーマルでいこうね。ノーマルの E ペダルオフでいこうか。ノーマルね、今度ね。で、ドライブに入れます。ノーマル、スタンダードで。ノーマルって言わないで。いきまーす。スタンダードで、これ。これなんか画質悪いね、ちょっとね。さあ、ノーマルモード、あ、やっぱりアクセルオンに関してのレスポンスが、なんか普通。さすがノーマル。いや、スタンダードだって。はい、ノーマルなんでね、うん、やっぱアクセル回路というか、アクセルレスポンスが、まあ、過剰じゃなくなったね。まあ、これがノーマルね。まあ、ずっと今スポーツで乗ってたから分かりやすいわ。まあ、そうね、比べやすいね。なんかグイーっていう加速が少ないね。グイー、うん、踏めばもちろん加速するんだけど、うん、さっきまでのアクセル回路だと全然加速は鋭くないですね。そうね、それがスタンダード。で、 E ペダルないんでブレーキ踏まないといけないよって。なるほどね、オフってからね、今ね。まあ、当然ね、電費いいわけないんだけど。そうね、どうなるかな。この逆にアクセルオフでスピードが落ちないっていうのが吉と出るかもしれないけどね。あ、まあ、さっきのね、スピードを急に落とさないっていうね。はい、ブレーキをいつも通り、もう本当に普通のオートマって感じですね、はい、クリープありの。まあ本当だね、普通のオートマ。もしこれでずっと走ってたら、うん、まあ、ブレーキパッドの消耗も激しいし、かといって、まあ、一応回生ブレーキも補助してくれてるらしいね、うん、ブレーキ踏んだ時に微量ね。まあノーマルモードが一番車としてはいいのかもしれないけど、やっぱスポーツモードになれると、うん、スポーツモードのあのレスポンスはすごく優秀だってわかるね。まあそりゃそうだろうな。何にでも対応できるって感じ、うん、急発進本気で。うわ、この下り坂、うん、E ペダルじゃないとちょっとなんかドキッとするようになってる。この下り坂なんだけどね。アクセルオフでもうブレーキかけてくれるんだけど、今自分で踏まないといけないから、ちょっとドキッとするね。見ますよ。エンブレがないとね。まあでもやっぱ慣れてるのはこの運転方法だよね。どう考えてもね。長年培ってきた。いやー、やっぱさくらって本当にいいよね。スムーズなんだよね。はい、ブレーキで止まります。当たり前だけど。そうそう、当たり前なんです。はい、早送りで、はい、どんどん行きますよ。ノーマルモードの E ペダルステップオフだと、うん、じゃん、 9.8 9.8、うん、まあまあ、まあまあ、E ペダルオフだからこんなもんか。まあまあいいんじゃない。さあ、じゃあ次は、はい、次は E ペダルオフを解除して、はい、解除してオンにするよ。オン、うん、オンですよね。はい、これでいきます。さあ、 E ペダルステップありね。ペダルステップあり、うん、スタンダードね。馴染むわ。馴染む。まあいつもこれで走ってるもんね。
普段これで運転してるから馴染むわ。やっぱだいたいこれよ。ノーマルの E ペダルありが一番馴染む、うん、もうこれこれこれって感じ。まあこれが本当に普通のサクラって感じ、うん、やっぱスポーツは本当にね、うん、分かるけどビビッドだよね、うん、まあ好きな人は好きかもしれないね。本当スポーツの味付けはすごいよ。はい、ブレーキ踏んでないよ、ブレーキ踏んでないよ。はい、踏んだ。早送りが早いよ、今回は。いや、お尻痛くなってきた。もうこの距離で、うん、え、今何キロ？35キロしか走ってないのに、いや、お尻痛くなってきた。ヒントは肩揺れてたからね。スタンダードの E ペダルありで、はい、いくら？ぴょっ。9.8。 変わらない。いいよね。もちろんカタログ値より上だからいいよね。いやーにしても、うん、スポーツモードの B モードに勝てないか。ちょっとね、スタンダードのね、うん、B モードもそんなに良くなかったんだよね、うん、まあ一番最初にやっちゃったからっていうのもあるかもしれないけどね。はい、一番最初声ありませんよ、これも音ありませんよ。はい、8.8 キロメートル1キロワットアワーでしたね、うん、モードは B のスタンダードの E ペダルオフ、ね、じゃあ今度はエコー行くで、エコーで切りましょう。はい、切ったモードで行くよ。これがどれぐらいかな、リセット、うん、エコーはもう期待しちゃうよ。じゃあ行きます。エコーだからね、なんせ。おお、エコー。あ、やっぱさすがにペダルが軽いっていうか、うん、反応が鈍いね、うん、明らかに。そして E ペダルじゃないからブレーキ踏まないといけない、このなんとも言えない違和感、スーって進んでる感じ。すごいな、スーだよ、スーインスイって感じ。なんか水すましになった気分。なんで水すましって。いやーこれ怖いね、 E ペダルが逆に効かないと怖いぐらいスーって感じ。もうずっとスイー言うとる。うわ、本当になんか前に押し出されてる感じ、エコって。へー、何のさ止まりもないって感じ。止まりってない、引っかかりもない、すごいのよ。まあ、正直ね、エコで E ペダルなしで運転したことないから、こんなんなんだみたいな。なんかね、ほんと車がグニューンって前に進んでる感じ、スルーンと。ね、当然ブレーキ踏まないとあかんから ね、うん、ね、なんか回生ブレーキも効いてんだか効いてないのか分かんないぐらい。うーん、普通は効いてんだけどね、軽くね。効いてないんじゃない、回生ブレーキ。効いてない感じがするね。へえ、こんな感じなんだ、エコーのノーマルというか E ペダルオフって初めてやったわ、うん、さあこれでどれぐらいなのか本当楽しみだね、うん、どうなる。さあ、じゃあまず U ターンだね。いや本当にね、このエコーモードの E ペダルなしは、うん、いやすごい静電気でスイーって言ってる感じや、氷の上をスーッと言ってる感覚のうち、氷と静電気、なんかね、脳みそでここね減速するなっていうところしないからすごい気持ち悪い。気持ち悪いって、もう褒め言葉なんだかなんだか分かんないね、これね。エコーの E ペダルオフでと、はい、いくつっと 10.7 いった、 10.7 おめでとうございます、最高記録。さあ次はスポーツとタイ、 E ペダルオン。はい、 E ペダルオン、これでいきます、レッツゴー。これが一番いいんじゃないの、やっぱ。さあ、エコの E ペダルステップ。はい、E ペダルステップ、どんな感じ、うん、普通だったらこれが一番いいと思うもんね、人は。うん、いいね、うん、ブレーキ踏んでません。はい、ブレーキ踏んだ、なんかおとなしい感じするよ、すごい、うん、やっぱいいね、E ペダルステップは。そう、非常にいいんじゃないですか。どういいんですか。楽だってことね。店を、いや止まりすぎんな、 E ペダルステップよ。そう、お前止まりすぎるんだよ。さっきまで E ペダルステップなしで運転してたんで、うん、E ペダルステップオンにすると、うん、止まる感覚がつかめなくなる。もっと先に止まっちゃう、 E ペダルステップで。止まりはしないんだけど、うん、減速しちゃう。減速しすぎちゃう。はい、エコモードの E ペダルステップ。はい、9.6、 あれ今 9.5 になったけど、一応 9.6、 なんか伸びなかったね。まあいいんだけどね、
あの 10.7 と比べると、そうそうそう、ノーマルの 10.7 と比べるとちょっと劣るね、うん、さあじゃあ次一番いいんじゃないかと思われるエコの B でいくよ、うん、これが最後ラスト、これはそれではレッツゴー、9本目ね、今ラストのエコモード、うん、E ペダルステップオフの B ドライブでやってますね、うん、なん B モード、もうこれラストですね、はい、ラスト本当どうなるか、はい、どうなる、一番いいはずなんだけど ね、うん、スポーツモードの B は回線がね、うん、結構ナチュラルだったんだけど、うん、エコモードはね意外とねシャープに回線が効くというのかな、うん、あれそうなの、ありつけが違う、さあ行くよ、はい、エコモード E ペダルの B モードは、はい、映ってない、あ出た 9.8 ちょっとソナーがうるさいけど 9.8 でした、 9.8 あれちょっと、はい、これは意外な結果が出ましたよ、ちょっと集計しないといけないんで ね、過去のやつ忘れてるんで、るじゃあそれでは集計するでーと、お、何これ、お、9.8 スポーツの E ペダルオフ、はい、B モードスポーツ 10.7サンダード、うん、はい、結果発表、なんとまあ予想通り、いや違うな、エコの E ペダルオフが 10.7 で同率で、スポーツの B モードが 10.7、 嘘でしょ、ちょっとエコの B モードどうした、おい 9.8 だよ、何なんだこれは、何が起きたんだ、まあでもね、エコの E ペダルオフがね1位タイっていうのはちょっとなんかわかんないね、普通だったらね E ペダルオンが上に行ってなきゃいけないから、やっぱりね無駄に止まる方がダメなんじゃないかなと思うんだよね、まああとやっぱね短い距離だから、これね一発の信号に捕まっただけでもこれ変わってきちゃうんだよね、やっぱね短い距離でやるとね、それぐらいギリギリの勝負をしてたということで、上の2つはもう優秀ですね、 10.7 だったらこれ、ね、暖房ついた状態だから、まあ、優秀だよね、これ暖房消したらもっと上に行くはずだから、スタンダードの E ペダルオフからエコの E ペダルオンまでは、まあ、ほぼ変わらず誤差、ほぼ誤差、まあ、全く一緒と言ってもいいから、やっぱり短い距離だとなんか似たような数値が出ちゃうのかなって思いますね。で悪かったのがスポーツの E ペダルオフ、これはまあ予想つくよね、普通にね 9.09.0 ってカタログ値通りなんだけどね、悪いっても、あとはねスタンダードの B モード 8.8 っていうのは普通 B モードいいかなと思うんだけど、これね朝一というか一番気温低い10時頃にやってて6度だったんだよね、1時間後ぐらいに9度に上がってエアコンから涼しい風が出てたっていうのがあるんで、これはちょっともしかしたら影響あったかもしれない、なのでスタンダードの B モードがちょっとわからないね、あとエコの B モードもね 9.8 ってちょっとなんかイメージしたよりもちょっと悪いんだよね、なんか11とか言ってほしかったんだけど、これはなんでなんだろうなと思うんで、ちょっとねモードを絞ってもう1回ね、もうちょい2倍ぐらいの距離でやってみたい気もするね、まあ、ということで下井くんの感想的にはね、うん、これ見るとスポーツの B モードがね一番おすすめなんだよね、今回の結果では出足が最高、しかもね燃費がいいっていう、もう欲張りセットかっていうぐらいだね、ちょっとねもう一回なんかね調べてみたくなりましたね下井くんね、ということでチャンネル登録高評価してお待ちください、下井くんでした、じゃあねー。